の話？あ、いや、魔王さんが足屋さんとテレビを買いに行くらしくて。おにょ？その二人ってさ、例の一緒に住んでるバイト先の人たちだよね。あれかな？やっぱり手はつなぐのかな？ルームメイト二人でお出かけ？いや、むしろ恥ずかしがってつながない方が。あ、でも鈴乃さんも一緒に行くみたいだ。いかん、ありがてえ。ちょっと、カンオ、人の話聞いてる？